岩重彩さんです。よかったでした。はい。これで聞こえますでしょうか。聞こえます。今聞こえないですね。あ、聞こえない？はい。であ、ね、だした。あ大りが丈夫？とうございます。はい、大丈夫。あ、画面を回すやり方知ってます？画面がね、固定されて、そっちにします？こっちの方がいいですか。わかりました。いや、あのね、画面をね、回せる。まあいいあ、や。画面。これでいきましょうか。今、やりますよ。ちょっと待っいいてくでだすさい。か？はいはい。はい、これで。うん。あ、そうだそうだ。さすが41よ歳。かった、よかったです。IT に強い。改めまして、おめでとうございます。ありがとうございます。すごい。もうなんか、お忙しい感じですね。いやいや、とんでもないです。もうなんか。選挙が終わったらゆっくりできないんですか？もうなんか、もうその日の、なんかもう選挙の当選が出て、うん。そのまんまもう本当挨拶回って、ちょっと寝て辻立ちして、また挨拶行ってっていう感じで。ちょっと寝て辻立ちして、あ、はい。短い間で5分だけいただいて、今は何をしてるんですか？車で。これ、助手席かな？です。今、助手席に乗りました。挨拶回りですね。ありがとうございましたっていう。はい、そうです。もう、なので、やっぱりなんか昨日は実は普通のスーツだったんですけれども、うん。スーツでなんか挨拶回りをしてて、こんにちはって顔を出したら、意外となんかやっぱりこの服がどうも板についてたらしくて、なるほど。誰だかわからんやったって言われて。なるほどね。なので、まあ、そう。この服のままで。急にスーツになったら先生になったんだねとか、そんなふうに思う人もいるから、ちょっとぐらいね、こう、あれの方ねがいいかもですね、ポロシャツとかの方が。ただ明日は初登庁なんですけれども、なるほど。もうこれでいこうかなと思ったりしたんですけど、さすがにちょっとなと思って、難明しい日は、とこですね。はい、スタッフからもちょっといい、いいものをもらったので、お。明日はそれをつけていこうかなと思っております。一張羅ってやつですね。一張羅です。一張羅なでるほど。ございそれは、なんかバッジをもらったりとか、ます。はい。証書をもらったりっていう日ってことですか？そうですね。証書がおお。されて、明日がバッジを入り口に入って、はじうめましてのご挨拶をさせていただいて、バッん。うん。ジをつけてっていう感じですね。なるほど。いよいよですね。いよいよ。いつから岩重県議になるんですか？もうなったんですか？なっております。うん。昨日当選証書をいただいておりまして、うん。だ仕から、事としてはまだ始まってないわけですよね。早速、部会が、私、総務警察っていう委員会に、はい、所属させていただいて、来週の20日から視察が始まります。なるほど。じゃあもう仕事として始まるんですね。それは自民党だからですか？いえ、もう、県議としての仕事が始まへえ、そうなんですね。何も右も左も分かんないって言ってられないってことですね。え、もう、なので、勉強しながら、仕事をしながら、なるほど。なので、まずはおめでとうございますなんですけど、実は県民の人たちあんまり認識してないのが、今回受かっても任期は8ヶ月なんですよね。そうなんです。おっしゃる通りなんです。そのそうな通んり。ですよね。めちゃくちゃもうおめでとうって感じだったけど、水を差すようだけど8ヶ月後にはまた選挙があるんですよね。そうなんです。もう準備しなきゃいけないんです。ですよね。もう不思議なね、これは補選っていうところですもんね。そうなんでうん。す。もうだから次のことも考えながらですね、していかなければいけない。なっていうふうにですということはもう新人っぽくしないで、もうこの8ヶ月、県議としての仕事をどれだけやるか、ね、有権者の方にこういうふうに頑張ってますよって見せることが選挙にもつながるわけですよね。そうなんです。本当。うん、アクセル見込み全な開がら。でいかないといけないですね。そうなんです。
もう本当に。だから8ヶ月しかまあ次までないので、まあ言えばもう本当に仮免許っちゃ仮免許期間中という感じ。なるほど、なるほど、うん。上手な例えですね。確かに仮免許ですね。そうですね。もう本当仮免許だけど高速も走らなきゃいけないよっていうですね。そうか、そうか。ねえ、落ちた森山さんとかは、もう4月に向けてまた頑張るんだってね、語っておりました。そうですよね。なので、そうです。本当の本選挙は、今回の補欠選挙以上に多分、まあ、戦う、ね、うん、いらっしゃるんじゃないかなっていうところもあるんですけれども。なるほどですね。改めまして、今回選挙で、投票してくださった方々に一言いただけると幸いです。ありがとうございます。もう本当にたくさんの方からご支援いただきまして、本当にもう皆さんありがとうございました。いただいた票の数というのは、やはり、もう本当、付託された期待度だと思っておりますので、その分、仮免許とはいえ、やはり働いていかなければいけないと、そのように思っております。どうか皆さん、引き続きましてのご支援、よろしくお願いいたします。はい。では、本日は、ダントツトップ当選の岩重彩さんでした。ありがとう。ありがとうございます。この後、どこに行かれるんですか？あ、今からですか、うん、今ここはどこだろう、ここはどこだろうってここはですね、ですね、目の前にジャンベが見えますね。ジャンビ？ジャンベ、朝日通りですね。なるほど、もうな、拉致されたような感じですね。どこに行ってるかも分かんない。で後ろから運転手さんがまだ終わんないかってこう見てる感じ。はい、ありがとうございました。ではこちらで終わります。また定期的にぜひ今やってるこう県政報告的なのを、ね、ぜひインタビューさせてくださいね。あ、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、はい、今度からは岩重先生と呼びますので。もう岩重で大丈夫ですので。わかりました。岩重で呼びます。はい、よろしくお願いします、はい。ありがとうございました。すいません、失礼いたします。はい。Thank you.